はい、こんにちは、カパパです。今日はですね、ちょっと100均ショップで面白いものを見つけましたのでご紹介したいと思います。あのね、こういうものなんですよね。まあ、ちょっとテカっちゃって、はい、いくつか買ったんですけど同じものです。これはね、ペットボトルのボトムキャップということで、まあ、この絵に出てる通りですね、ペットボトルの、まあ、一番底の部分にくっつけるキャップになります。でちなみにね、これ開けてみますとこんな感じですかね。はい、こちらですね。素材はね、黒いシリコンゴムです。これがちょうどですね、ペットボトルのボトムに、ボトムキャップということで、お尻の部分にですね、収まるキャップというふうに書いてあります。でね、実はこれを見てちょっとね、ピンときたんですけど、まあ、山に入るときは、まあ、夏冬関係なく、もうコーヒーがものすごい好きなもんですから、コーヒーを持ってくんですが、これはね、ヤマセンボトルですね、サーモスのヤマセンボトルになりますが、これに入れていくとね、これ全体がコーヒー臭くなっちゃうんですよ。で、普通のお湯とか入れると、まあ普通のお湯もコーヒー臭くなっちゃって、まあ、シリコンのパッキンを変えてもですね、基本的にダメになっちゃうんで、コーヒーはコーヒー専用ボトルをですね、持ってってます。まあ、同じくサーモスの、これはもうホームセンでもどこでも安く買えるですね、まあ500のボトルです。まあ、こちらもヤマセンの500でですね、まあ、ちょっとサイズは違うんですが、だいたい機能はね、そんなに変わりません。ヤマセンの方が高いですけど、ただね、一番大きな違いはここにですね、シリコンのカバーがついてるかどうか、あとここにもですね、あとキャップがですね、ヤマセンの方はまあごっつくて手袋しててもね、あの外せるぐらいゴツゴツがあるんですが、こちらはね、手袋をしてるとあのツルツル滑っちゃうぐらいツルツルになってますね。基本的にあの山で使うようにこのシリコンの、まあ、プロテクターというかカバーがついてるのがヤマセンボトルの特徴の一つですね。ということでですね、もちろんこちらも山に持ってきますので、まあ、基本的にほとんど山に持ってってますんで、なんかカバーが欲しいなと思っててですね、まあこれが目についちゃったわけですよ。で、これをはめてみますね。まあこれは間違いなく入るでしょうね。あ、いや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 、バッチリですね。これね、結構ガチャガチャになってたんですよ。この辺が、あの細かい傷で見えないと思いますけど、これするといいね。はい、もう山線みたいに、まあ、ボトムのですねガードがほらほとんど見分けつかないでしょね。こっち山線、こっちは普通のサーモスボトル、これいいですよ。でね、ここにもやっぱりシリコンのバンドが入ってますんで、まあ、なんかないかなと思って探したらですね、知んないけど、これブラジルなんて書いてある、これワールドカップの時の応援の時のやつですね。これして応援してたんですけど、これがありましたんではめてみますね。これね、あのやらせじゃなくて本当にあのぶっつけなんですけど、できちゃったなんちゃってやません。材料費、まあ、ほぼ100円ですね。こんな感じですね。これはいいですね。ちょっとね、余分にもう一個買ってきてるんで、もう一つね、山に持ってくボトルがあるんですよ。それはね、僕はコーヒー好きなんですけど、うちのカグママさんは紅茶が好きなんですね。だからね、紅茶専用のサーモスでも彼女持ってましてね、それのお尻に、まあ、つけてあげたいというふうに思います。はい、非常にですね、これは自分自身もこれいいなと思いました。はい、ペットボトルのボトムキャップ、ね、100円でですね、普通のボトルがヤマセンボトルに早変わりと、まあ、言い過ぎですけど、これはいいと思います。カババの小ネタでした。